と、まあ子猫もそうなんですけど、まだまだこういう狭い入れ物が大好きですね。震災のために、まあ、震災だけではないんですけども、何かいざ起こった時のために、獣医さん行く専用の入れ物にならないように、日頃から安心できるようにということで、部屋にケージを置いとくのが今はいいとされています。何かあった時に自分からパッと履いてくれると助かりますよね。本当にパッと履いてくれるかどうかはまあ疑問なんですけど、まあ嫌いな場所ではないことは確かです。で、うちは扉が付け外しができるタイプなので、いつも扉を外して、くつろげるスペースにしています。なのでシャーリーもこの入れ物が好きです。もちろん獣医さんに行く時にも使います。でも獣医さん行く専用になっちゃうと、この入れ物を見ただけでパーッと逃げちゃう猫ちゃんに育っちゃうので、もう常に部屋に出しとくのが一番いいかなと思います。ね、シャーちゃん。こういう風に赤ちゃんの時から、この入れ物は怖くないんだよっていうことが分かっていれば、子猫になって大人になっても、このケージが好きですね。うん。だから獣医さん行く時も、結構すんなりパッと履いてくれます。ただ車とかバイクに乗せて移動中の時には騙されたというような感じで泣かれることはあります